この番組は劇場霊の提供でお送りします。こんばんは、錦野豪太です。おや、私をご存じない？まあそれも無理はないかもしれませんね。実は私はこちら映画劇場霊に登場する舞台演出家です。もし詳しくお知りになりたい方はぜひ劇場へ足をお運びください。さて、皆さんは友人の家に泊まったことはありますか？まさかそこで命に関わる恐怖を味わうことになるとは誰も思いませんよね。今宵の物語の主人公がまさにそうでした。彼女はどこにでもいる平凡な女子大生。ゼミの飲み会を終えた後、泊まる場所を見つけたまでは良かったのですが、おっと、もう始まるようです。最後までごゆっくりお楽しみください。そうそう、しゅっぽちゃんだ。ほら、同じゼミなのにあんま喋ったことないから。おっと、大丈夫ですか？平気平気。てか、しょうこちゃんは強いの？全然酔ってないよね。飲んでないんです、お酒嫌いだから。え？じゃあなんで来たの？参加しないと単位もらえないって言うから。そんなの人集めの口実だよ。それ信じたの？しょうこちゃんって真面目なんだね。ここです。ここ？実家なの？はい。ご両親とかいるの？今は留守にしてます。どうぞ。なんか戸締まり厳重だね。最近この辺で若い女性が行方不明になる事件が起きてるんです。だから念のため。はあ、ニュースで見た見た。嘘、あれってこの辺なんだ。やばいじゃん。
どうぞ。すごい。部屋いっぱいあるね。あ、そこない。あ、ごめんなさい。あ、そこは散らかってるから。あ、そうなんだ。こっちへどうぞ。今日私が来てよかったんじゃない？はい。だってこんな広い家に一人じゃ寂しいでしょ。はあ、一人でいるのは嫌いじゃないですから。ねえ、翔子ちゃんもシャワー浴びてきたらすっきりするよ。そうですね、そうします。翔子ちゃん？何これ？
かけてきたの。そしたら急に後ろから、信じられない、翔子ちゃんがそんなこと。しました。ううん、あのさ、スマホ充電させてもらってもいいかな。あ、どうぞ。ありがとう。顔色悪いですよ。何かあったんですか？ううん、平気だよ。私そろそろ行くね。はい。ゆっこからメールがあってさ、この近くで飲んでるんだって。だからそっち行くね。スマホバッテリー切れですよね。開けたんですか？開けたんですね。いいですか？絶対誰にも言っちゃダメですよ。もし言ったら。警察呼ぶから。何してんの？
犯人なの。は？行方不明事件の犯人。え？この部屋、妹の部屋。妹さん行方不明なんです。まだ見つかってません。それって例の事件の？私調べました、妹を探すために。必死で調べました。でも手がかりがなくて。だから夜な夜なこの辺りを歩き回って犯人が接触してくるのを待ったんです。そしたらあの女が声をかけてきて。話を聞いて確信しました。こいつが妹をさらった犯人だって。だから私はあの女の後をつけて、あの女を監禁して居場所を聞き出すつもりだった。ダメだよ、警察に話さなきゃ。うちは早くに父を亡くしました。母は妹がいなくなったショックで入院中です。それもこれもあの女のせいなんです。
未だ消息が分かっていないのは、両和医科大学保健医療学部に通う高坂梨央さんと間宮祥子さんの2人で、警察では何らかの事件、事故に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査を進めています。いかがでしたか？嫌ですね、あんな目に遭うなんて。そういえば棺の中の酸素というのはだいたい1時間程度は持つそうですよ。皆さんもお気をつけください。もしもあなたがこの世を去ったら、いくつの夜涙を流すのだろう。失った時そうさ初めて僕は思い知らされるんだ。こんな近くに探してたものを見過ごしてた自分この番組は劇場例の提供でお送りしました。おじさんが迎えに来てくれた。ダメ、そこから離れて。この子だけは連れて行かないで。誰か、誰かいませんか？おっと、忘れていました。私、西木野が登場する映画劇場例が11月21日より全国公開されます。ぜひ皆さんお誘い合わせの上ご覧ください。